はあ、今日も疲れたわー、と。ああ、いやいやいや。よっしゃ、早く帰って何でもするか。あっ。ああ、行きそう。なんか、嫌な夢を見たような。今日はエンジン部品を修理に出そう。完成まであと少しだな。どうも、いろいろと瞑想中のうぷ主です。思考を変えて、動画をおしゃれに編集しようなどと思っていましたが、まあ30分くらいで諦めました。諦めんなよ。画面上下のクロップ風の虚無はその名残です。ところで、冒頭でご覧になった通り、また死んでしまったのでやり直しています。シートベルトを忘れていたみたいです。当初はドラッグレースに参加するつもりだったんですけどね。何かをしようとするたびに心をへし折ってくれるのが、このパーマネントデスの魅力なんですよね。前置きが長くなってしまいましたが、今は修理工場までエンジンを持っていくところです。方角さえ間違わなければ、トラクターで運ぶより早いかもしれません。バンをまだ手に入れておらず、かつトラクターアレルギーの方にはおすすめです。スパナセットも持ってきました。もし忘れてしまっても工場にあるので助かります。エンジンパーツをまとめて直してくれるのでお財布に優しいですね。お金に余裕があればせめてピストンとヘッドガスケットくらいは新品を買いたいところです。それでは帰りますか。そういえば、マップの北東には行ったことがないんですよね。ちょっと足を伸ばしてみようかな。海に続いているかもしれない。空が曇ってますね。もっと天気がいい日にすればよかった。そうだよ。上は高速道路です。橋の下をくぐるのは初めてですね。あれ？海じゃないみたいですね。行ってみますか。何もないと思いますが。本当に何も。ないですかね。ただ広い水たまりがあるだけです。せめて魚釣りでもできるようにならないかな。マップの端っこに上陸してみました。湖でしたね。それもやだな。おばあちゃんからの電話。線路沿いを行くショートカット。おじきのハイエース。と、おじき。もう何回繰り返したか忘れちゃいましたよ。嬉しいだろ。やめてくれ。エンジンのついでに、ボロタイヤも取りに来ました。お分かりいただけただろうか。よくわからない。きっと幽霊なんでしょうね。この家で起きたことは、ババアが教えてくれます。怖いなぁ怖いなぁ。営業時間前の工場に侵入し、エンジンを組んでいます。私は大体ここで作業をします。部品をなくしたり、忘れたりすると面倒なんですよね。純正のフライホイールは完全にいらない子ですね。違いを楽しみたいというあなたは、持ち帰るべきだと思います。買いましたよ、社外品のフライホイール。おかげで金欠です。数日間ここにエンジンを放置していました。今日こそ持って帰ります。死ね。さて、エンジンをホイストで釣ってと。あれれ、お
エンジンを固定するボルトがキンって出るはずなんですけど。What the fuck?しばらくやってみましたが、バグですね。原因はわかりません。このケースは初めてです。じゃあエンジンは積めないってこと?いや、積めるんかーい。ホイスト君、わかってるよね。すいません、許してください。何でもしますから。ちょ、おい、待って!熱いで!熱い!熱い!工事完了です。熱いで!やりますね。ダブルサイドパワー!リアルに気持ち悪くなってきました。家に戻ると、おまわりさんが来ています。一言ごっつんこしたけんでしょう。近づかなければどうってことはあります。ケーキは5日です。痛くなりますよ。これが長いんですよね。リアル 4、5 時間の放置プレイです。アミさん許して。アミさん許して。やっと出られました。家まで送ってもらうことにします。なんだ、思いのほか元気そうじゃないか。この辺でいいよ、お疲れ様。No. タイヤとカスタムパーツを揃えてきました。金がかかって仕方ありませんが、トラックが手に入れば多少楽に稼げます。廃車の運搬のついでに、組取りの仕事をすると効率がいいですね。個人的に、このゲームはカーシミュレータというより、車で遊べるライフシミュレータだと思っています。実際、趣味に没頭できる時間はそう多くはありませんからね。行きますよ。いいですか?ほら。この瞬間がワクワクするんですよ。無事にかかりました。打速ですが、ベルトを張りすぎるとすぐに切れちゃいますよ。今回はこの辺で、おしまいだ。次回はドラッグレースをします。生きていればですけど。ご視聴いただき、ありがとうございました。